天のくれげ日記始まるよ。どうも天です。今回は BE:FIRST の、アクスタ撮っていきたいと思います。ですよね、絶対そうです。やべ、ねじれが。ちょっとこのぐらいに寄せてみよう。広がれ。もうちょっと左か。次でいけると思うんだよね。よし、来い。かなり無理やりだけど OK。 はい、じゃあ次マナト君撮ります。うん、左側のブースの方がねじれ簡単そうなんですよね。はい、奥は入れないで手前の2本掴む。そう、奥は入れない。よし、いいんじゃないこれ。あ、そっちかかんねえのか。むずいっすね、こっち。さっきもこっちやったんだけど、隣の方が2本掴みしやすいっぽいんですよね。入んないな。おい、へい。いや、3連続でこっちのむずい方のブースは嫌だな。まあでもこの奥をついて2本で掴む。やばい、つけなかった。奥をつけなかった。でもまあまあ横になってくれたな。横になってくれたらいいかな、楽かな。そうそうそう、それで手前に、よし、これ大事に行きたいな。オッケー、これさ、
あった。こうじゃない。ほい、ほい、お、はい、左ブース来ました。さっきのブースは奥のアームが奥に行ってしまって日本坂にできないんですけど、今回のブースはしっかりとね、こうやって手前に来るので、手前じゃないや、横にね行ってくれるので、しっかり日本坂ができます。これで落ちないかな。あ、もうちょいかかる。まあでもこうやってパタパタしてたらいつか落ちるっていう。次ぐらいで落ちるかな。やばい、ちょっと奥をつかみすぎたか。いけるな、いけるいける。えい、また左ブースで行けました。ただね、ちょっとこれねじれが変わったみたいなんで、ちょっと前の人のを見てたら、ちょっと右、左か、左に寄せた方がいいんじゃないかっていう、こんな感じ、こんな感じ。うわ、今の一手で欲しかった。これで取れてほしい。そう、行ってコースがよかったな。はい、左ブースなんですけど、左ブースもね、ちょっと若干ねじれが変わってきちゃってて、あまりチャンスすぎるブースではなくなってきてるような、うん、やっぱり奥がね、かなり正面に行くようになっちゃって、ということは、このぐらい、ほい、あー惜しい。本当にねじれしないかな。入らないか。となると、これで一回引っ掛けて形変わってほしい。あ、いいんじゃないこの形。ちょっと左の方が手前に下がってきてるから、ないか。ちょっときついね。1回目初級地にしました。これで
な入ってないな。あ、いいんじゃない。行け。今のは予想外だったけど。いやでもこれちょっと角度が良くないな。これで入るかな。いいよ、いい感じよ。さすがに次でいけるんじゃないかな。OK。 じゃあ最後はりょうきくんでコンプということで。で最後は一手で決めたい。生きていけたかなと思ったんだけどな。ちょっと狭いすぎたのかな、ね、なんか見た今のはちょっと右すぎた。もっちゃいけないですね。こんぐらいでいいんじゃない。抜けた。え、本当ですか。なるほど。これダメだったらもう、初期一緒。よし、OK。なるほどね。ああ、いけるね、いけるね。そうだね。頑張れ。いける。同じやねん。まあ、滑らんか。平行移動お願いします。これで多分入るな。厳しい。完全に、いや、振り分けですね。なんか今ちょっと短いがおかしかったな。引っかかってるからいいけど、ね、サクッと取りたかったんだけどな。反対したけど落とせ。はい、 OK。 はい、では今回の動画はここまでとなります。これからですね、他のゲームセンターにまた行きたいと思いますので、これからも天のくれげによろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。